NPB 復帰。先日楽天はニューヨークヤンキースから FA となった田中将大投手の本格調査を開始。マー君の日本復帰が日に日に現実味を帯びており、去就はいつ頃決まるのか注目が集まっているんです。そこで一つの疑問が生じました。 MLB から NPB に復帰した選手たちはいつ復帰が決まったのか。というわけで今回の動画は日本人メジャーリーガーが NPB に復帰した時期をまとめてみました。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。田中将大、13年オフにポスティングシステムを行使してニューヨークヤンキースと総額1億5500万ドル、日本円にして163億7000万の7年契約を結びました。そして契約満了となった2020年オフ、ヤンキースからクオリファイティングオファーが提示されず、2020年1月18日現在まだ所属先が決まっていないんです。クオリファイティングオファーについて説明すると、アメリカの FA は日本と違い、 FA 権を取得した選手は全員一斉にどの球団とも交渉することが可能になります。ただし球団側はワールドシリーズ終了から5日間独占交渉期間を持っており、手放したくない選手に対して MLB の年俸上位125名の平均額、今年は1890万ドル、日本円にして約19億4700万円の1年契約のオファーを出すことができ、このオファーのことをクオリファイティングオファーと言います。マー君の去就、今シーズンオフのマー君の去就についての報道を時系列でまとめると、2020年11月1日ヤンキースから FA になり、全球団との交渉が解禁。そして2021年元旦、日本放送田中将大のオールナイトニッポンに出演し、ゲストの中居正広の質問に対して日本復帰を示唆する発言をしてプロ野球ファンを驚かせました。当時のやり取りがこちらです。メジャーで野球やってるかどうかも分かんないですよ。12チームどこでも結局はお話をいただいて、オファーがないと、やっぱ楽天からでしょ。いや、もちろんそこはやっぱり楽天、はい、楽天がまた様変わりしますからね。もちろんイーグルスのことはもうアメリカに行ってからもずっと気になる。いや、もちろんです。そういう楽天の可能性もあるって思ってていいですか？全然ゼロでは僕の中ではないです。どういう選択をするかっていうのは話が来ないことにはまとまらない部分はあるんですけど、うん、ジャイアンツってことも、まあ、お話がジャイアンツあったらそれはもちろん考える方向にはなるとは思いますけど、もちろん話が来たらですよね。はい、でもね、まあイーグルスっていうところは自分の中ではありますけど、うん、その後自身のツイッターでヤンキースまたは日本でプレーする以外の選択肢はないといった内容の記事が一部メディアで報道されていますが、そのような事実はありません。この段階では来季プレーをしたいチームを限定しておらず、自分に興味を持ってくださる全ての球団の中から考えていますとツイートし、メジャー日本問わず全球団に門戸を開いていることを強調しました。そして1月17日楽天が本格調査に乗り出したと報道。よく新聞で使われている表現、調査という意味について、元ロッテ里崎氏はあなたが FA したらうちが取りますよという意思表示だと語っています。7年間田中マー君と自主トレを共にしてきた楽天のエース則本は、もし帰ってきてくれるならすごく心強いです。僕もまだまだ教わることがたくさんある、影響はすごくあると思うので面白いなとすごく思いますと話しました。復帰の時期、15年以降にメジャーから NPB に復帰した日本人選手11人をまとめた表がこちらです。本当は10年代以降にしようかなと調べたら25人もいたので、今回は15年以降にさせてもらいました。復帰した時の平均年齢は 35.6 歳で、マー君はこの中でもかなり若い方です。年を越してから復帰が決定したのが2017年の川崎、18年の青木と上原の3人。現在のマー君と状況が似てることもあり、3人の動向について掘り下げていきます。川崎宗則、2017年1月7日カブスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加する予定でしたが、その後トリプル A に配属、3月28日に契約を解除され無所属となりました。これを受けてソフトバンクは一番最初にオファーを出し、3月31日に川崎の獲得を発表しました。翌日に入団会見が行われ、川崎は一昨日までアメリカにいました。クビになり、これは困ったとなっていたところに一番にホークスが声をかけてくれた。それが嬉しかった。次の日朝起きてホークスでプレーしたいと思った。そして今日サインをしましたと話しました。青木宣親、2017年10月30日にニューヨークメッツを自由契約になりフリーに。青木はメジャー球団との契約を最優先としてきましたが、 FA 市場の歴史的な停滞を受け、7年ぶりの古巣復帰を決断しました。2018年2月6日ヤクルト復帰会見を行い、毎年声をかけてくれて選手としてはありがたかった、温かく迎え入れてくれたスワローズを愛していますと語りました。上原浩二、2017年11月2日にカブスを FA となりましたが、青木と同じく歴史的な市場の停滞から所属先が決まらずにいました。
そして新たな年を迎えた1月21日の報道で、上原はこの時点での日本球界復帰やマイナー契約の意思はなく、 MLB からオファーがなければ今季限りでの引退の可能性も示唆していました。しかしその後一転して獲得に動いている巨人に対してありがたいと日本球界の復帰を示唆。その後3月9日に巨人と1年契約を結び、同日に入団会見が行われました。上原はメジャーでの契約をずっと待っていたが、あまりいい話がなく迷っていたところに巨人からお話をいただいた。他の日本の球団からもいただいたが、熱意あるお誘いを受けたのが巨人だったので、こちらからよろしくお願いしますと語りました。3人の共通点は、当初はメジャーでのプレーを最優先にしていたものの、移籍先が決まらない中で古巣が手を挙げて復帰が決まったということです。今回楽天がマー君の本格調査に乗り出したということ、そしてマー君のラジオでの発言を考慮すると、個人的にはもう決まりなのかなと思っちゃいますね。というわけで今回は日本人メジャーリーガーが NPB 復帰した時期を紹介させてもらいました。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。